リンカレナカ、今日は今からピムちゃんとチョンプーさんとご飯に行きます。楽しみだね。ね、初めて会うんでしょ、チョンプーさん。そう、チョンプーさんとは8月からラングエッジエクスチェンジをやっていて、なんかもう友達みたいな感じ。いつも2時間ぐらい話してるから初めて会うっていうのが不思議な感じで、お店も私が行ったことないタイ料理屋さんを見つけてくれて、ヌアトゥン、牛肉の煮込みが有名なお店らしい。今日はあの日本語を話せるタイ人の友達なんで、まあ、日本語とタイ語でも話そうと頑張ります。カモン無料だよ。着いた。これ？そう、これだって。おお、変わったな。あ、めっちゃ匂いする。本当だ。任せるっていう。先輩に任せよう。タオヌアもあるんだ。楽しみ。お肉が有名だから。すごいね。あの鶏肉も、牛肉も、もし牛肉食べないとか。ああ、なるほどね。来ました。これはあの鍋のスープ。あのでっかいやつ。ね。あそこにある。マジで？あの鍋は60年ずっと煮込まれ続けてるんだって。え、マジで？うん。このお店60年あるってこと？うんうんうん。すごい。すごいね。もうカパオヌアきた。カパオヌア。あ、めっちゃいい匂いする。とりあえず全部入れればいいんじゃない。そうそうそう。砂糖ちょっと入れます。見えない。ね、ナンプラー。ナンプラー。辛いが好きだからいっぱい。でもチョンプーさんの真っ赤だからね。印象もいいです。きつない。すごい。怖がってる。だって緑は辛いでしょ。食べれるかな。どうでしょう。いや結構辛そうだよ。いい感じだって。いい感じ。行きますか。合格もらった。一気に行こう。ガパオ。あ、ガパオでご飯うまそう。欲しい。欲しい。辛い。あ、辛かった。後から後からめっちゃ辛いこれ。あ、そういう食べ方もあるの、目にのせて。うん、まあまあ辛い。まあまあ辛い。ションプーさんだけ全然平気そうだった。普通よすきますよ。ちょっと辛いぐらい。もうおかしい。レベルが違いすぎる。これは子供の母さんだよ。ちゃんとランゲッジエクスチェンジしてるね。そう、日本料理はこういうこんな感じの料理がある。鍋かな。あと内臓
けね、内装か骨、ね、肉の中でイラスティック、イラスティックなんだっけ、これこれこっち、あ、肘、あ、軟骨、軟骨、そう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 、軟骨。え、こんな柔らかいの？ね。すごい煮込まれてる。うま。柔らかい。超柔らかい。そうそう、なんかなくなったすぐ。エンジンチームをつけてください。そうだよ。頑張って。ついてるついてる。いけ。なんかつけて食べると全然違う。うん、60年の味がする。絶対嘘。どうピムちゃん、おいしい、おいしい、いいね、俺も食べよう。じゃあガパオを食べます。麺で食べる。うまい。うまい。辛くない。辛い。麺で食べるの美味しいかも。あ、食べてみて、めっちゃ美味しかったよ。でも私チューが硬い、ちょっと硬い、ちょっと硬い。他のチューが。なるほどね。いただきます。本当だ、トロトロでしょ。うん、美味しい。しかもこのタレとめっちゃ合う。これความพิเศษของร้านนี้ก็คือร้านตึมนี้ทำ60ปีแล้วอ๋อสุดยอดหน้าใบหน้าใบนั่นเต็มですかはいかねんきいかねん100点いや甘すぎる可愛いから100点じゃあいりますダメだな、これじゃ成長しない。タイに来た時はどうだった？初めて来た時はずっとお腹痛かった。やっぱり？それは料理に良かったってことです。あと暑かったんでしょ？そう、暑くて、でもデパートは寒くて。確かに。暑い、寒い、お腹痛い。俺最初の1年で食中毒に3回なったよ。次はじゃあレイナが日本食を選んであげればいいんだ。そうそう、オッケー。焼肉。あ、焼肉。焼肉いいね。いいね、いいね。